フローも薄いのから。さあこの試合もオープンフィンガールールで行われます。3分3ラウンド。両者ですね、力強さでは広之選手かなと思いますけれども、花岡選手距離の取り方とかがものすごく上手くなってますから、広之選手がですね、花岡選手をどう捉えるかと、逆に、花岡選手にしてみたら広之選手をどううまくさばくかというのが見どころだと思いますけれども、まあ花岡選手ですね、1月9日の試合でですね、石井一成選手、その時点でですね、おそらく石井選手の勝ちだろうという専門家の予想があったんですけれども、その予想を見事に覆してですね、一方的な勝利で飾ったんですけれども、その石井選手ですね、そのクラスではもう日本のトップ3に入るぐらいの実力者だったんですけど、その選手をですね圧倒して勝ったもんですからね、私は期待が高い選手だなと思います。今乗っているのがその赤コーナーの花岡選手ではないかということになってまいります。お互いこの序盤からスピードがありますね。そうですね、花岡選手ですね、相手のパンチをうまくいなしたりかわしたりですね、そういうテクニックがもう非凡なものがありますね。確かに広之選手もしっかりこの手を出してくるんですけれども、うまく避けている。さあ右のロー、ローブロー、はい、花岡選手ですね、やっぱり広之対策というのをしっかりしてきているようですね。どなたに感じますか？パンチをやっぱりうまく見切ってます。しかし、まあ先ほども申し上げましたようにグローブが薄いですから、もうほんの一瞬のことでですね情勢変わりますから。さあお互い流れるようなコンビネーションを見せていきます。キックで距離を取り、さあミドロー、ゴールです。さあ第一ラウンドをご覧になられていかがだったでしょうか？そうですね、若干探り合いのような感じも受けましたけれども、両選手ともにですね、先ほどの試合がですね消耗戦みたいな形になりましたので、できるだけ早く倒してですね消耗を少なくしようという思惑がありますから、2ラウンドはちょっと 両選手ともにですね動きが大幅に変わると思いますから、そこを注目していただきたいですね。さあまずは序盤第1ラウンド、このお互い攻撃の仕方を伺うようなところもありましたが、早い攻防が見受けられました。さあ第2ラウンドはどのような形になるのか、第1ラウンドではまだ決定だ、そういったものは見受けられませんでした。さあ第2ラウンド、ラウンド2、スピードがあります。53キロ級。一瞬で懐入っていく。右が入ったか。はい。花岡選手。ガードが硬いですね、やっぱり広之選手の強打はよく認識してますから、それをもらわないように、今ちょっと一瞬かすりましたけれども、ああいうのも怖いですから。
さあどちらの間合いか。さあ左のロー、さあ花子選手が前に出る。さあ右の左に入った、左のウッグ、オーバースダウン。さあどうだ、これ結構ダメージがあったみたいですよ今のは。見事に入りました左の奥。さあ一気に決めに行くのか。さあしかしロープ際に追い込んでいくのはひろゆき選手。コーナーを追い詰めた。うまく攻撃をかわしている。さあかわして一瞬で入ってきます。フッカクを切る。やりのロー、南ビルフックをかわしている。あの辺りのうまさです。終了です。さあこのラウンドいかがだったでしょうか。そうですね、タイミングよくですね左のパンチが入りましたのでね、まあ、2点差がつきましたから、あ、3ラウンドひろゆき選手、まあ、先ほどの試合と同じようにですねひろゆき選手前に出なかったらもう仕方がないんで、どんどん出ますから、花岡選手にしてみたらですね倒せるチャンスが増えたのかなと、そういう感じはあります。どうでしょうか、ひろゆき選手のダメージ的にはいかがでしょうかね。まだまだ大丈夫です。ですからひろゆき選手も強打がありますから、薄いグローブですから一瞬でところが入れ替わるという、部分はあります。さあ目の離せない。さあ第3ラウンドファイナルラウンドが始まります。さあどちらが決勝に進むのか、ファイナルラウンド。さあ前に出ないといけないのはひろゆき選手。さあうまく距離を取ります。花岡選手曲げりからの、さあ一気に、さあコーナーに追い詰めてラッシュに蹴るか、それをかわす。花岡選手としたらですねここあんまり消耗しないように戦おうという作戦はあるんじゃないかと思いますよね。平松選手だいぶ消耗してますから、ここを消耗少なくするしてですね決勝戦で、ノックアウト賞をいただこうという作戦もあるかもしれません。さあ先ほどのダウンも奪いましたのでポイントでは花岡がリードしていると思われます。さあそんな中ファイナルラウンド、さあここから足を見せるひろゆき、これをうまくかわす。花岡選手無理に倒すにはいかないみたいですね。ただひろゆきとしてはそれを一発
パンチを当てたいところではあります。さあ飛び蹴り、飛び膝が出ましたがうまく防御しています。はい、さあ右のロー打ち合い、広之選手はもう出て相手を倒さないと勝てませんから、どんどん出てるんですけれども、それをうまく見透かすかのようにですね、花岡選手見切ってますから、3ラウンドもあの致命的なパンチとかあの強打はほとんどもらってないです。さあしかし場合でるしかありません。広之、前に出ます。前に出て左右打つんですがうまくかわされる。逆に3ラウンド目でいかがだったでしょうか。そうですね、これはもうはっきりと花岡選手の勝利は間違いないですけれども、まあ、花岡選手の方がね、あの消耗があの平松選手に比べてだいぶ少なかったですからね、決勝戦は花岡選手がだいぶ有利になったのかなと見ましたけれども、まあ、平松選手どういうふうな作戦を立てますか。ジャッジ君は30対2に落ち花岡、今日3対0をもちまして赤コーナー花岡龍選手の勝ちと決まりました。さあご覧のように判定3対0で花